始まる新パブロスタジオ、前線このチームがやったんですけども、今日は我ら、我々の僕のチーム夕張メロンズ。おお、バカかっこいいです。かっこいい夕張メロンズ、はい、エビスイマスカッツ。ちょっと僕はユニフォームメロンを意識してるんですけど、やっぱセンスがいいですから。センスいいね。めちゃめちゃかっこいいですから。いや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 、うちのユニフォーム見てください、このエロさで。ここのこのバカ、このバカもあったし、エロさ、エビスって感じ分かんなかったんで想像で書かせました。ノリはこのこの T シャツなんですね。ピッチャーは見れないですか。始まったら見れる。始まったら見れますんで、僕のエビス。ピッチャーどれでいくか。エビスマスカッツって書いたつもりなんですけどね。じゃあユーセインのじゃん。さあ、いやちょっともうこれ代金とかは取ってじゃない。いや別に代金の前に見せたくないっていう。ああ、別にいいけど中何人とかないっすか。じゃあ見せたくないな。ああ、そんなもう心理戦始まってる。ノリやっぱ相手じゃないから。ノリごとき使うのかな。いや俺次ノリとかや、別にあれで次投げる先発ピッチ教えてもらって。まあいいや、菊池でいきます。おお、じゃあエスが出るちょう。さすがの、あマジか、あダメだこれ。使えねえな。負けたわ、ホールド負けしてるから。エスが負けたわ。普通に野村使うわ。おお、野村、こいつはまあ次の試合に。まあさすがにね、正義が総量は。はい、ということで飛ばさないでちょっと見ましょう。そうだね、エビスっていう感じやばいもんだけど。見てね、みんな見てご覧ください。これマジみんな爆笑するだろ。いやいや全然そんなことない、かっこいいですよ。はい、ブルースタジアム。何ですかガチで。これエビスだと思う。いやいやいや、あのエビスですよ。なかったんだ。これはあ俺らオーダーカットしないから。この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。先攻なんでバッターはこっちです。僕が取れました秋山選手1番で、3番に茂木選手ですね。めっちゃ結構ガチガチです。めっちゃえぐい。総力に特化したスタメンをちょっと強めに。なるほど、まあ、正義はね、総力のチームだからね。まずは1回の表、はい、どうでしょう。有料も超かっけえ。さあ結構超かっけえ。3本選手超ガチなボール球。笑えねえから。秋山選手インコースの後ろを負けたけど、マジで絶対いっぱい持ちたから。これマジいいね。投げた縦の空振り。配球いいですね、ノリさん。ガチガチで投げた。やっぱり見るね。沢村賞取ったんだっけ、野村って。いや違う、取ってる。投げた16勝打ちました。オッケーオッケー。秋山さすがです。え、ちょっと待って、ショート入ってないわ。え、坂本さんが。あ、どうぞどうぞ。すいません、なんか多分オーダーめちゃくちゃだわ。あれさっきできてなかった。コピーしてないわ。そういうことか。それでいいの。それだったでしょ。鈴木、あ、でも鈴木誠也入ってるって。あ、そう、鈴木誠也入ってね。あ、入ってる入ってる入ってる。9番。さあ、ここは守備。いやー、ガチガチだ。俺の坂本流行ってもらうよ。お前1球目空振りから。でもダメだよお前。カウント1ボール1ストライク。第3球川崎さんもできたから。バントしたピッチャーの左へ転がった。やばいな。一塁へ送る。あ、やばい。記録は一回乗るあるよ、これあるよ。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、茂木いきなり先制のピンチを迎えています。ストライク、膝元厳しいところでした。まずは入れてきました。うわ、足打ち、どうだ、切れていきます。マジや。第3球を投げました。一つ外してボール。カウントは1ボール2ストライクです。サークルチェンジはボール。平行カウント、投げました。打ちました。引っ掛けの1、2塁間のゴロ。いいよいいよ。オッケーオッケー。まあ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 、ワンナウトしっかり。うわー、行こうぜ誠一さん。マスカバ、ここはガイアフライも避けない場面です。第2球ボール。カウントはボール1ぐらい。今のやばかったな。第3球を投げました。空振り、追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。バックホーム体勢の間。揺さぶられてるの。ピンチで迎えるバッターは、やった、ショート正面。やったー。この二遊間が作りたかった。ゲッツー。このジャパンの二遊間みたいな。1回の裏、マスカは攻撃に入ります。先頭バッターが坂本、流し打ち。よっしゃー。
バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。おお、ナイスバッティング、ノリ。ナイバーナイバー。初めて見たノリです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。初球送りバント、ピッチャーの左へ転がした。一塁送球。いやー、さあ、まあまあ、これ先制って大事だから。マスターは先制のチャンスを迎えます。第2球投げました。打ちました。打球はショートの右。オッケーアウト。進塁。マスカはなおもチャンスが続きます。バッターは DH の松山。ひときわ初球を打った。おーいよー。あ、やった。初球打った。ザッキーズね。やばみさやばいでしょ。やばいね。点に絡む。第2球。こっちもうガチなんですから。投げた。負けたくないんですから。これはね、負けた。作ったチームですから、もう自分の。投げた。縦のカーブ見送ってストライク。1点いかれたの結構出ないよ。5回までだからね。投げた。アウトコース低めストライク。チェンジアップに全くタイミングが合いません。さあ、厳しい。これは投げました。打った。ファール。第6球は打ちました。あっと引っ掛けた。これね、うまい。そう、この二遊間がね、作りたかったんですよ。左バッターボックスは7番、上林。セカンド投げました。縦のカーブ、ボール。第2球投げました。空振り。タイミング合いません。投げました。打ちました。あ、やばい、阿部ボールを取る。来たでしょ。阿部、おい、審判勝ってる絶対審判勝ってる。阿部、今日阿部だね。審判、まあホームですからね。うわー、行かれた。行け、危ない。はい、ナイスバッティング。いくよ、カイさん。カイさん、打つね。9番だるな。マスダと変えてサードにしてやがる。バッターは9番本田。大きな声援が届いています。カットボールはボール。はっきりしたボール球。ボール。カウントは2ボールのストライクです。空振り。真っ直ぐじゃねえよ。インコースのボール球を振らせました。投げた。セーフティーバントだ。お前は。よしよし、惜しい。追い込んで投げた。よっしゃ。やばい、やばい。まだ焦ったら負けない。まずは攻撃に入ります。この回の先頭バッター、あっとセーフティーバントだ。これうまい。さあ、よしよしよし、あれバントバカ。よしよしよし。第9投げた。もう早く見ました。投げた。あえー、この緩急えぐい。カウンター2ボール。やばすぎ。次は4球目、投げた。やばすぎだよ、早い。テンポ早すぎ。テンポ早すぎ。投げました。オッケー。やばい。正義が覚醒しました。オッケー。カウントワンボールワンストライク。オッケー。追い込んでくる。オッケー。こんなん無理。いやもうずるいもん普通に。何ずるい。じゃテンポがずるい。ずるいね。テンポ早くてほうがいいじゃん。打ちやすい。じゃテンポ早いじゃ無理でしょ。いけるいける。それみたいな。お前がやればいい。お前がやればいい。じゃこれすごい遅いね。これだってバインドアップだもん。ストライク。あれだってランナーだからセットだから早いの。投げた。会心の当たり。いや、まあね、勝ちゃいいんですよ。いい当たりでしたが、セカンド正面。そう、勝ちゃいいから。これでワンアウト。ランナーはありません。ボール。はい。第2球。サークルチェンジうざいね。こいつ投げるし。投げた。打ちました。よく取った。うまい。嘘でしょ。審判が回避。いや、どこが。今の普通に言うか。うわぁ、初球引っ張った。ライトの右。あ、これはフェンスが勝ってファール。アウェーすぎる。いやー、肘パタパタしてるね。2球目空振り。さあ、これで追い込みました。サークチェンジ。やっかいだな、やべえな。外れた。ボール。カウント1ボール2ストライク。サークチェンジいいね、こいつ。投げました。危ない球。いや、こいつ配球もなかなかいいぞ。投げました。俺は負けねえぞ。まあね。さあ、まあまだ1点なら全然わかんないけど。投球はこれから6球目。ボール。カウントは3ボール2ストライク。さあ、みんなこれ試合見て投げました。一発するでしょ。よし、曲がってない。おかしいのところに決まった。チートじゃん、回転だけ。通信先頭バッターは坂本。ボール。ここはよく選びました。投げました。アウトロー。ボール。バッターよく見ました。緊迫しますよ、マジで。あー、OK。 ポンダ、掴んだ。セカンドコーナー。この1点でかいね。全然わかんないからね。ランナーはありません。右バッターボックスは2番菊池。初球から打ってった。1、2塁歓迎。1塁送球アウト。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスには丸。最初のバッターボックスは菊池に倒れています。菊池ですよ、球が速すぎる。投げました。直球決まって速っ。全力ストレート、マジでやばい。三
からね。日本の左ピッチャー最速だからね。そうだね。4回の表メローに攻撃に入ります。あと2回です。いやでも野村も結構頑張ってるよね。きたー、やるわ、やばい、疲れたー。はいはい、3点減点、3点減点、4点減点。これあのボディタッチ限定だから。フリースタイルダンジョンで一緒やから。審判に言わないで、審判に。今日は松田バックス。あ、松田、松田投げた。ボール、まずはインコース低め。これは完全なボール球。全力で次低めボール球。あ、はい、すぐ帰る。次の試合が出ない。いやー、この1点でかいな。いやー、どうなんだろう。初球ストライクから第2球投げた、打った、ケイ。さすがに取れない。ボールは中継。いやー、いいね、これ。いいバッティングを見せました。センターライン強いけどね。第1球初球はストライク。1球目ストライクから第2球決まった。ストライク、うん、攻めてくるね。投げた、攻めてくるね。上も配球いいね。全くタイミングが合いません。え、入ってるやん。第2球ランナースタートを切った。投球後キャッチャー2塁送球。ああ、相澤じゃ無理っすね。いや、好きないよ、俺は。の守備を取ります。打ちました。早く、あっと取れない。来い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 、アウト。まあ、今なら、ね、勝負かけてもいいところで。今なら勝負かけてもいいところで。今なら勝負かけてもいいところで。先頭バッターは指名打者松山。ただのカーバーストレッチ。第2球投げた、決まってストライク。タイミングはありません。おいおい、いや、それは分かってたんだけどな。一塁をクリップ、ね、アウト。松山、いい当たりでしたが、セカンド正面、ね、これでワンアウト、ランナーはありません。初球打ち、入れ入れ入れ、入ってよー、アップの入ってよー、危ない、笑えねえ、笑えねえ、全然笑えない、全然笑えない。ランナー一人を置いて迎えるバッターは阿部。この後に控えているのはエルドレッド。インコース低め空振り。第3球を投げた、うわ、あ、やばい、よしよし、えっ、あー、はい、審判、うわ、審判、審判見たくない。これはいい試合です。あー、勝たせてもらいました。あ、野村がちょっと、俺はこのチームで負けないと誓ったから。野村絶対失投するから。疲れてるね、そろそろ。セーフティーバントだ、アルボー、うん、もうね、こう疲れたから、ね、次のバッターかなり、これやられるね。投げました、打った、オッケー、あー、やばい、いいね、本田さん。しかもさ、やばいランナー出しましたよ、ね、しかもそうね、これ足早いランナー出しちゃったからもうやばいね。これやっぱりバンデハークですね。あ、今村にしようか。おー、ピッチャー変えてきました。マスカバ変えなきゃね、お前投球術すんの。第1球投げました、初球空振り。はい、第2球投げました、打ちました。はいよ、第3球を飛んだ、スタート、三振、ボールを2塁へ送った、盗塁を許します。うわー、ちょっと危ねー、保険だけで出よかった。ひときわ大きな声援が聞こえます。見送ってみんな見て楽しいでしょ、この試合、ね、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、ランナーが掴みました、2塁送球、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、インハイ際どい球、ボール、これはわずかに外れています。投げた、打った、三遊間の相手、ショット、これは守備範囲内、一塁セーフ、セーフ、やばいね、まあ、やばチャーリーボール、勝ち込んでいくからね。第9球ボール、うわ、怖いです。ノリ第2球投げた、スライダー見送って、第3球を投げた、打ちました。いや、これショート、これは守備範囲内、うわー、うわー、危ねー、気迫のヘッドも実らず、やばい、これ次ノリやばいじゃん、これ。トップバッターはエルドレッド、第1打ちました、うわー、今の飛んだ、ボールを掴んだ、うわー、うわ、これでワンアウト、ランナーマジか。バッターは8番相澤、アウトコース低め、縦のカーブ外れてボール、投げた、ストライク、はいや、第3球を投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。投げました、空振り、あー、もうこれやばいって、バッターボックスは持ってる男、あー、第2球、これも空振り、伸びのあるストレート、投げました、打ちました、ショート正面、あー、くそ、延長戦、延長でしょ、これは、うわ、長いね、これは負けないですから、もう延長6回の表、メローに攻撃に入ります。超いい試合、これ見てて、どう初球を打ちました、ショートから一塁送球、俺らの試合では2回転のね、2回転のね、今日3打席目、
第2球これもう本当に楽しくないんだよ。カウンター2ボール超緊迫するよ、ね、投げました。あれノーアウトランナー出るとマジで面白い。次は4球目投げました。4球目ストライク。うお第5球、ね、投げました。流し打ちどうだ。阿部ダイレクトでボールを掴んでアウト。2アウト。広島強い。間違えた。投げた。広島じゃねえ。初球打った。1、2、0カットの打球。いやーいいさー。セカンドいい。チェンジ。長いぞ長いぞこの試合。伝説の歴史級の熱戦ですね。先頭バッターは坂本。初球打った。行った。いや取れる。よしよしよし。いけるいけるいける。ノーアウト。いけるいけるいける。それはいけるぞ。これはいけるぞ。さよならのランナーだ。さよならのチャンスを迎えます。さあ落ち着こうか。さあ落ち着こう。うわ絶対来ると思った。さあ落ち着こう落ち着こう。落ち着けよ。第9投げた。打ちました。ピッチャーは正面。よしよしよし。ナイスバント。それは違う。それは違う。よし。これはちゃうか。これは勝ち確ちゃうか。これやばい。悪いじゃん。しかも。やばい、全身しかない。全身しかない。第9球投げた。打った。ファウル。第2球投げた。危ない球。第3球を投げた。決まってストライク。ああやばい。追い込まれました。投げました。ストライク。おしゃー。マジで反応できなかった。マジで反応できなかった。ああ左バッター続くね。犠牲フライが欲しいところ。もう絶対で。ワンアウトランナー一塁三塁。投げました。打ちました。ボテボテのセカンドフォロー。来た来た勝ちだ。ああ。よっしゃー。全員が負けた。いやー。ダークホースですな。勝ったぜ。ダークホースノリ。あれノリ勝ったの？エビス。ナイスエビス。おかしいの俺セリアが全然と思ったんだけどな。大番狂わせだねこれも。エビスが初戦からまあでもまだ分かんないからね。勝ちました、はい、俺がノリぶちかまして長いからね。分かんないですよね。そうだったでしょ。いいだろう。はい、ということでエビスはつかつかちました。はい、最初松田さんのエラーなければセイ勝ってました。松田そういや松田やらからしてたわ。そう、あれですね、1回のホームランでもう5回の松田。あ、そっか。ひどいね。いやまあそこに松田ひどい。松田ね、もう誰かがしてねえわ。どうやってすんねん。審判に金あげてたの。いや本当に悪いやつ。根に持つからこの人。悪いよ。本当に負けたくないから。いやだってもう作ったチームじゃん我々が。いやまあ愛情がね、愛を込めて。はいはいはい。もういっぱいついたじゃん。いや次勝てばいいですよ。もうやだ。じゃあ次誰と誰ですか。恭平と正義。そうだね、共演制限。俺と制限。やだよ。え？なんで？ホールドでしょ。もう誰って感じだ。いやいやいや、わかんないっすよ。やばいよ、これは。これはちょっとワンクラスですね。まあ俺もノリ負けたかもしれない。まあないけど。悔しいな。はい、ということで次戦はまあランダムですか。誰と誰。まあ。まあ制限はね。慣れてんのよ今。いやいやいや。まあ誰のせい誰のせい。ノリのせい。なんで俺のせいだ。審判に金払ってる。金払ってねえ。コナミに金払ってる。コナミに金払ってる。おかしいじゃん。松田ね。いやいや、松田やらかす。あんなとこでエラーすんの。やらかすやらかす。松田そんな趣味下手じゃないでしょ。人ですから、やっぱり。ねえ。絶対払ったでしょ。買ってねえわ。いくらぐらいだった。いくらぐらいだったじゃねえよ。まあ、わかりましたよ。いや、もう分からない。俺分からない。勝った方が強いんですよ。無理だ。これ認められない。強い方が勝つんじゃなくて勝った方が強い。これがやっぱり高校野球もそうじゃないですか。違うよ、勝って違う。あるだろう。まあでも確かに俺が負けたってことは勝ちでノリのチーム強い、いいチームなんです。ああいいチーム。そう、それはある。本当に誰も取られてないのに補強だけできてるっていう。確かに今取られてますからね。俺もめっちゃ取られてる。めっちゃ取られてる。強奪はすごい。今宮バンデーパーク千賀柳田になったんですか。強盗がすごい入ってるんですね。ノリノーゴートだから。そう、ノーゴートで。そうだね。えぐいね。だいぶ危ないよ。結構チーム強い。ダークホースが。まあ、菅野さんも取られてる、坂本も取られてるんだよ。そう、大輝が確かにチームやばいから。そう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 。これノリにチャンピオン持ってかれたらもううざい顔するから。でもノリには絶対エースつかないから。なんでノリにエース使わない。使わないと勝てるから。田口さんでいくから俺は。いや、俺もまだ菅野さん使ってないんですか。でもまあでも強兵に使うってことだからね。俺に使うのか。いや別にそんなそんなルールないで。強かったよ今日。普通リード良かった。俺も見ててよかった。あ、そうリード頑張りました今日。ピッチャーで負けるんじゃないかって思ったんでね。とりあえず俺はもうノリと今すぐやりたい普通に。
かりました。はい、じゃあチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。僕の負けですね。またお会いしましょう。バッシー。